皆さんこんにちは。今日はですね、大特価今週のラントナおすすめウェアギアセットを紹介します。通常うち 1.25 倍は当然のこと、一ホール目の雨も 100%、 そして嵐のセカンドサードホールもなんと 100% で打てるだけでなくですね、最大17メートルの風をの影響を大幅に抑えることができる特別なスキルも合わせたスペシャルで本当にお買い得なウェアギアセットをなんと無料にてご紹介いたします。皆さん、番組の後半をぜひともご覧ください。はい、ということでね、まずはね、ビギナーの皆さん向けに、通常と言いますかね、もうね、雨風台風嵐の影響をねもろに受けた状態でやっていきたいと思いますっていうね、撮影を始めた瞬間めっちゃ雨降ってきてね、もしかしたら雨の音がね聞こえてくる、ちょうどいいかなっていうところの撮影をしていきたいと思います。はい、一ホール目ね、雨ですね。さあ、風の影響がほとんどないので、ちょっとねここね、ビギナーの皆さんね、どうしようかな、まあ、300ヤードぐらいでね、合わせるといいのかなと思います。で、これね、風の影響ほとんどないので、ここで300ヤードぐらい打てる方、この300の0の真ん中、ぜひとも狙ってみてください。で、これで、右か左か、0の右か左かにね、落ちるの、あ、そっか。わかりにくいですね。跳ねたけどわかりにくい。どっちだったんだ。これね、左か右かね、ちょっと違ったね。パーセンテージ低いこと忘れてた。なんかうまく、あとはね、正面見た時に、右か左かっていうのがね、打った瞬間結構ね、アングルによってわかったりする。これ結構大事です。そこはちょっとね。でね、まあ、97% なんでね、どんなもんなのか。これ風はね、ほぼ無視でいいのかなって思いますね。さあ、こんなもんでどうでしょうかね。強いか。強いか強いか。だいぶずれてましたね。はい。でね、右か左か、今どうだったんでしょうかね。キックして右だったのか、どうだったのか。じゃあ完全に本当失敗作です。申し訳ないです。というのもね、セカンドがね、結構ね、嵐の風がね、まっすぐ前に吹いている可能性があるんですね。でね、右か左かだったらね、わかればね、まあ数タップね、左か右かをね、まあこれとかね、ほぼまっすぐなんでね。ただね、今読めなかった、右なのか左なのか。右。いや、まあ、ブレなしでいきましょうかね。まあ、ブレなしを引くっていうことはね、ほとんどないんですけどね。結構な風吹いてるんで、小走りできん、このくらい、あ、でもそっか。ね。もうね、自分の感覚で何度も打って、この 92-3% 引くプラスこの風がね、どんくらいなのかっていうのをね、まあ、一個はね、このね、メモリ基準にしていいと思うんです。だいたいね、ここね、同じ、同じね、アイアン、8倍アイアンなら8倍アイアンって毎回ね、決めてね、で、ね、例えばこのね、白い線に合わせる。で、この時の、距離感を確認するっていうのどうでしょうかね。そう、それでね、あ、左ブレだったんですね。
で 93% の時でこの風で距離感どのくらい、弱いのかって分かったら、その白い線より、93% なんでね、92か93ってことは、まあ基本的にね縦ブレもあるんですけど、まあこれよりもうちょっと強く打つべきなんだっていうところがね判断できますよね。まあ、そんな感じで見てもらったらどうでしょうかね。ごめんなさい。ビギナー向けの、動画としては、ちょっとあまり良くない動画になっております。申し訳ないです。何かね、コメントなりね、ツイッターなりでね、質問等あればね、くださればお答えしますんでね。さあ、左ブレが出てる中で、この超強風ですね。わかんないです。でね、90、横はね若干の方だけ関係ないからね、まあ、90結構ね、がっつりどうでしょうかね、拍手は鳴ってる。まあ横がね、サードホールはほんときついですよね。まあここはチップというよりなんとか寄せるかっていうところ、寄せらんなかったですね。まあ横をね、どう合わせるかっていうところもね、まあタップ数とかね、あのピンの位置によって、確認してっていう風になりそうですね。ずれたですね。ごめんなさい。サードホールの攻略法は全く説明できてないです。いかにね、ほんとね、まあ、数字を基準にするとか、あとね、奥のね、ファーストホールの話をしています。数字を基準にしたりとか、あとは奥のピンとの見栄えとかで、右に行った、左に行ったっていうところをね、判断するっていうところは、まあ、大事になってくるかなっていうところですね。はい。で、この後、今回のラントナ対策の、ウェアギアを紹介します。それがですね、お疲れ様です。して、こちらなんですね。クローゼットの、確か A に控えているですね。じゃじゃん。はい、スキルだけ見ていきましょうね。ストームレジスト特大ですね。まあ、ストームラジンパクトも特大。まあ、新年公開2も特大で、このね、ラントナー用のね、ハッピーゴルフイヤーであったりとかね、平均が新年、これで 1.25 倍であったりとかね、スピンチとかが100アップとかのが特大になっております。うん、で、嵐得意賞と嵐超得意賞とぬかるみ特大賞ですね。まあ、あとはこのあれ運龍だっけな、うんですね。ここがあると、いいのかなっていうところ。まあ、一つ一つ帽子と靴と、帽子と、靴。はい。と、アクセ二つですね。アクセ二つで、ハッピーゴルフイヤーを特大にしております。ハッピーゴルフイヤー、これね、アクセもともともらえるの一つだったんですけど、それを、アクセ同士攻防で、つけて、で、二つにつけることで、よりアップします。はい。で、ウェアですね。ウェアはね、これそのまま入ってますね。嵐得意。うん。の、ウェアですね。ぜひともね、クローゼットをお探しください。で、ボトムス。はい。ボトムスで、嵐超得意ですね。これは、もともとは、あれか。これかな？そうですね。冬ぐらいのね、ウェアで、
あったのを、取り付けました。前回の無料ガチャとかでまたね、配布してたと思うんで、ぜひともお探しください。で、前回の、動画でお伝えした通り、嵐超得意と、嵐得意のね、少々コンビで、嵐の中で、100% で打てるようになります。はい。あとが、ギアの方で、クラブで、危ない。クラブでアンバークラブ持ってます。はい。で、これがね、ステムレジスト台とかまで行くんですが、さらに手袋でね、このホワイトグローブですね。はい。こちらが、ストームレジストね、プラス5まで行けるので、これで合わさって、特大になってます。これが嵐による弾道への影響を大幅に抑えるっていうところですね。まあ、あとはパワー50。アップっていうところがね、聞きますね。はい。あと、ラージインパクトっていうところも聞きますね。はい。それが、行かせてます。で、ボールが浮くので、ボールのところで、こちらですね。はい。石流ボール。こちらのね、ボールコンディション良くなるのと、今、ボトムスにしているところのぬかるみ小、得意小っていうところ合わせて、雨とかでも 100% になるっていうね、はい、ところ。で、一応スキルでね、これ、霊砲とホーミングカスタムしてるんですけどね、もしかしたら霊砲いらないかも。うん。で、違うスキルつけた方がいいかもっていうところあるんですけど、小橋今んとここれでうまくいってる。で、ここでは新年豪快2を、マックスにしております。さあ、それで打つとどうなるかっていうところをね、見せたいんですけど、一応ね、4アンダーをね、3回取っているんですが、できれば5アンダーが欲しい。なっていうところがあったりなかったりっていうところなんですけどね。いや、あるんですけど。はい。っていうところでね、本当にね、今回はね、今回のラント9に特化したいいね、ウェアギアセットが揃ったので、あとは小橋の、腕次第、うん、モデルナ2回目で上がらない腕次第っていうところ。いやー、モデルナ2回目ね、きつかったっすね。本当に。全くもうっていう感じ。はい。ここね、さっきのビギナー向けの動画とね、攻め方一緒です。ね、こう見てる通りね、マックス値になってないんですけどね。こうね、ピンの位置からね、判断してます。あ、右にずれたな、左にずれたな。うん、これは結構大事になるんでね。さあ、ピンの位置から的には左ですね。うん、見た目的にも左にぶれてます。割と結構な左ぶれですかね。なのでね、もうちょっと行ってもいいところがね、進まなかった。はい、こちらね、100% で打ててますんでね。さあ、左ぶれ。今回のラントな、左ブレの時、セカンドも左ブレ多いかなっていう感じがあるんですけど、皆さんはどうでしょう？そういうオカルトは信じないですかね。さ、オカルト、レトルト、オカルトカレーを信じる小橋は、左ブレと信じて、ジャストイン失敗してる。しかも右ブレやないかい。うわー、大失敗、大失敗、ひどいなよいしょですね。はい、っていうところですね。うん、よろしくお願いしますっていうところです。はい。これでも一応ニアピンが取れちゃいましたね。はい。でね、まあ、左ブレだったの。お、ほぼまっす。若干これ左傾いてるのか？でね、さらに左ブレなので、受けてますね。
いや、ずらしすぎかな。ただ、このね、横ブレもね、そんなにね、影響しない。で、どんだけ、関係ないんですけど、なんとなくね、気持ち的に霊峰をつけちゃうんです。わかりますこの気持ち。ほんと関係ないです。で、13メートルの風なんでね、受けてるからな。本当ね、このぐらいで、あ、で、99から 100% になってますからね。しっかりね。で、ストームラージインパクトで、この、大きさにもなるっていうところですね。なのでね、多少の風がね、影響はするんですね。なので、こんくらいかな。お、どうだ？どうだ？どうだ？ちょっと強く、いい感じか？どうだ？どう、あ、ギャブ、あ、ぐわーひぃこんなんばっかなんだよなぁ。今回、本当に。でね、ここでね、防流使っちゃおうかな。もしかしたら次のね、ホールの方が風強いかもしれないんですけどね。よいしょ。よいしょ。少しでもポイント稼ぎっていうところでね。はい。すねー。そう、だからね、ほとんどね、風の影響。まあでも、これどうなんですか？トップレベルの方は、このストームレジスト特大の風のわずかな影響っていうところも計算してるんですかね？その計算式知ってる方、小橋にこっそり教えてください。はい、ここですね。さ、まあ、ここもね、ここさ、あれなんですよ。ツイッターの方であげたんですけど、ロボコさんっていうね、味噌煮込みのね、レジェンドの方いるじゃないですか。同じ組でね、ドキドキ緊張しながら、やっていて、うわ、これチップ入るんじゃねえかって画面変わってよっしゃー思ったら、まさかのね、旗上アンプレ、アブル。ありえないっすよね。だって、この17メートルの風吹いてるんですよ。17メートルの風吹いてる。防流を、ここで使えばよかったっていうところあるんですけどね。なのにさ、上に、しかも低反発とか使ってなくですよ。はい。ここね、横ブレ、左にブレるのと、このね、わずかな右に影響。ずれたー。ずれた、元ロッテソフトバンクのずれた。よいしょ。で、ここね、結構ね、跳ねるんすよね。低反発持っといた方がいいのかなってとこあるんですけどね。だから跳ねるからちょっと弱めに。さっきあんなに、弱くてね、ショック受けたのに。どないでしょう。いやー、ちょっとずらしすぎたか。いや。いい感じ、いい感じ、いい感じにずらし、もうちょっとだった。もうね、こんなんばっかでね、今週ね、なんとかね、嵐の中でもチップ取って、できれば最初のホールでチップ取った時に、あ、最初のホールね、さらにね、なんかいろいろね、ウェアギアによっては、なんかね、嵐対策って他にもいろいろあるんですよね。それによっては、ワンオンできるっていうところもね、あるみたいなんでね。それもね、調べてね。いろんなほんと今、嵐対策っていうのはね、増えてるんで、いろいろ自分の中のね、クローゼットの中、大量になってきてると思うんですけどね、ガサゴソやってね、自分に合ったウェアギアを、お探しくださいっていうところが小橋。もう一回やりたいけど、動画の時間が長いので、これでおしまいにします。以上、小橋でした。頑張るぞー。